山口仁、武蔵健の人生大学。はい、あ、本番中鼻かんだら珍しいわ。はい、どうも山口仁、武蔵健の人生大学始まります。始まります。今日はい、どうも今日はなんだかちょっと慌てふためいています。ちょっとね、ちょっといろいろありまして、これね、剥がれて、ちょっとちゃんとやるよ、これ。倒れそうだろう。今日はものすごいスペシャルサンクスをお呼びしております。よろしいでしょうか。なんかビデオは出んの出ないの、それともそのまま紹介。ちょっとね、それ全然関係ないですけどね、私ね、昨日ね、あ、こっちかな。この頭をね、ぶつけて、大出血したんですよ。あ、地震で。違います。京都でたまたま酔っ払って料理してたら、ガーンと釣り戸棚に頭をつけて、本当に武蔵さん見てもらおう、えぐれてるんでしょ。本当だ。いや、これ料理でね、包丁料理包丁じゃないですよ、あの釣り戸棚。もうすいません、私事ですいません。じゃあ大丈夫ですか、出していただき、正代のやつ出したかな。あ、正代言っちゃった。あ、山内さんもそれえぐったんでしょ。はい、俺も今日切っちゃってるよ、これ。面白いんだこれ。はい、なんかこれ出してください、オクオク。はい、お願いします。ん、出るの、あの、すいません、ま、待ってください。じゃあ紹介します。ソウルシンガーの近藤正代さんです。すいません、よろしくお願いします。よし、でもね、素晴らしいシンガーの、いやいや、ソウルシンガー近藤正代、お忘れなく。近藤正代に清き一票。衆院選も近いんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、正代ありがとう。本当にありがとうございます。本当に武蔵さんも健さんも、いや、もうこちらさんも本当ありがとうございます。武蔵さん、お久しぶりじゃないですか。もうね、久しぶり、現場以来。あ、もう2年ぶりだ。ね、楽しい現場でした、本当に。またここでまた一言言っちゃうんですね。先生、続きお願いしますって。彼は元気ですからね。あの役ぴったしですよね。元気ね。あ、そうか、あのビデオね、見せてあげればよかった。ないか、あそこのね、出てるところ。すごい元気ですよ。ちょうどね、出てきて出迎えるとか、あの通信、あのワンシーンね、二人の、はい、あれ、あ、そっか、あ、なんか二代目おるか、二代目おるかって俺が言うと、どちらなんだかって言って、お前に言うてもわからんやろ。あ、覚えてる。二代目呼べや。さすがだな。そしたらね、ぐじぐじぐじ怒るんですよって。もうええわ、もう二代目呼んだら、ここ本家ちゃんかね。見てない人は分かりません。すみません。あ、出てきた。あ、こっちは正代。ソウルシンガー正代は普段はこんな風に、ライブしてます。かっこいいね。歌を歌えると、あ、そうだ、二人ともシンガーじゃないですか。いや、俺、シンガーじゃない。武蔵さんも二人とも出してるし、俺も出さなきゃダメだな。あ、そうか、ケンさんディナーショーとかも。そうですよ、ちょっと CD 出してるっつの。あ、そうか、そうか、そうか、失礼しました。そうですね、そうだ、CD 出すのだってディナーショーやりたいですね。コロナしてたらね。そっちだな。本当にお願いします。私おまけで、あの MC やります。池袋にいい箱なんですよ。次のところ安く借りる、100人ぐらい入るとか。お、いいですね。これぎっしり入れなくてもね、すごい破格で借りれるんですよ。自分の CD とかですか。いや、名前忘れましたけどね、これがいいですよ。音響も全部込み込みで安く借りるんですよ。あんまり言っちゃうとまずいんでね。あ、青山なんかだと何百万ですよ。はい、役員だったらね、とんでもない破格ですよ。そこで一回自分やってるんですよ。いいなって、音響もいいしね。これね、ぜひそこでやりたいですね。平和通りかなんか。そっちのちょっと奥入ったの。場所は言わない方がいいんじゃない。値段の件があるんでね。場所はあんまり言わないんだ。ただオーナーが、はい、あの、この山下さん、風間さんあったじゃないですか、最初に。風間さんっていう、一番最初に紹介した風間さんっていう、はいはいはい、あの人の関係で親しいんですよ。あの人は全部やってくるんですよ。だからこれはね、非常にね、あの人しかもう付き合い、社長とないんでね。で、やるんだったらあそこがいいと思いますね。池袋で立地いいじゃないですか。はいはい。ね、二人歌って、私 MC で頑張ります。いや、何言ってるんですか、ジンさん歌ってください。いや、です、私何も出したことないですもん。ねえ、私が出るのは下ぐらいです。下ぐらいですって。3ページじゃないですけど。一人でケツ出しちゃってまずいからね。
ケツばっか出してね、酔っ払うとケツ出すからね、いつも怒られるんだよ俺。チンチンの人たちはもっとまずい。それ出さなくなったんですよ、最近も。女性だったらいいかもしれないけどね、明るくなってね、こうバッと下ろしてね。ダメなんですよ、女性は何もついてないから、つまんないんですよ。下ろしたらついてたなんつったらね、実は男だったのつって。それでこの間の話になっちゃうんですよ、まあいいかってなっちゃう。そうなんです、実はね、今日はあの僕今日あのもう先輩に、先輩があったら、ケンさんとじいさんにちょっとお土産があるんですよ。いや、まずいよ、金は。金はまずいって。まずいって、そんな熱いの、そんないっぱいまずいよ。あ、すごい熱いよ。まずい。選挙はまずいよ。選挙まずい、まずいよ。いや、まずいよ。いや、ま、ほんと、いや、あの、これ500ありますね。ありますね。そう、500です、500。やばいよ。うん、そう、いろいろあるんですよ。あのね、これがね、こっちがケンさんで、こっちがじいさんかな。パイ焼きだ。違うんですよ。これじいさん黄色。で、あのケンさん青。何かすいません。はい、これあの、僕は青なんですけど。うん、開けていいですか。開けていいですか。はい。いただきます。すみません。これちょっとこういうあの。何これ。何これ。はい。これです。はい。いただきました。はい。ちゃんと名前も入って、はい、名前も入る、こうあの入れていただいて、この会社の人に。何なのこれ、コインスペック。こういうあの、まあ、参考的にはこうやってお金がこう入るってこと。まあ、そういえばなんか、本当お金がする、なんかそうやってたのずっと。昔やったじゃないですか。5円で5円入ってるし。ありがとうございます。ありがとうございます。しゃれてますね。武蔵さんと俺じゃないと。これダメですね。名前一人じゃん。本当ですね。裏にまたシール、シールそうなんですよね。まだ入っててね。はい。それも作っていただいて。すいません。この会社の社長。ありがとうございます。ありがとうございます。なんて会社ですか？ここね、あの、なんだっけ、あれ。見てるんですね。社長、ありがとうございます。これ、本当にいただきました。本当に。ありがとうございます。ジンです。尾上社長です。尾上社長さんです。はい。尾上社長、ありがとうございます。よかったら。ぜひぜひ、いらしてください。いや、飲みに連れてください。そう、こんな感じで、もうありがとうございます。もうありがとうございます。別にシールもあります。ありがとうございます。みんな見てるかな？見れない方もいっぱいいるんで、大変ですよ。ほんと、洒落てます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。これ貯めるたんびにね、俺最近、アンパンマンのやつね、貯金してたんだけど、いつもね、弓がこれを持っていくとね、なんかね、いっぱいお金貯まってくるんだ。ありがとうございます。はい、もうぜひ使ってくださいませ。よろしく。あ、今年の7月から販売したんですね。そう、最近なんですよ。はい、コインスペックっていう。広げたら面白いですよ、これね。もうぜひぜひ、もう。あ、ありがとうございます。ちょっとね、そう、今度名前変えようかと思って、山口武蔵県の人生バーにしようかと思って。あ、それもね、バーね。なるほど、ね、まあ、バーですよね。いや、でもう一つあるんですよ。まだあるの？まだあるんです。はい、ちょっとちょっとやばいグッズがちょっと。いや、ちょっと女はまずいよ。女も今立ってるから勘弁してくれ。やっぱほら、健さんとか仁さんがやっぱ健康に留意して、長くね、はい、ずっと役者として活躍してほしいという気持ちからですね。ありがとうございます。あの白い粉を、やばいな、やばい、いくらグラム、なんだよ、こういう、いや、でもね、やばいよ、バレないじゃん、もう、これもう、これはどっちだ、どっち、そう重曹ですね、重曹ですね、そうやって計量スプーンも持ってきました。あ、クエンさん。はい。じゃあこれを、じゃあ、武蔵さんと俺分けないの？はい。これを、もう、はい。これ、やばい、どうぞ。今から見た人、これやばいんじゃないかと、ほんと、絶対思うよ、これ。俺らやってると。シャレになんないよ、これ。本当ですよ、ね。本当に、これ。今日販売します。これね。これ、あれですね。小林しないんで、これ、まずい。クエンさんね。そう、クエンさんね。要は、これでレモンあったら、レモンソーダあるから。もう飲めるわ。これを、要は、重曹とクエン酸をちょっと入れて、炭酸水にして飲むと、もうね、いいですよね。ありがとうございます。ちょうどなくなってよかった。俺、ずっとやってるよ、これ。白い粉です。洗うときも洗剤もそう。あと、この字が見えないと、これが持ってると、俺と正代が持ってると、こんなにも、いくら。武蔵さんもやばいよ。ケイさん、そのスプーン、計量スプーンいいですか？これも、もう持ってってください。もう持ってってください。あれ、これ、電池からじゃないですか？無理だわ。なんかものすごいね、プレゼント攻撃で参りました。すごいですね、まるで。それで私たち、天産中毒になりそうです。ある人に聞いたんですけど、ある人に聞いたんですけど、
小学生の頃からこういう販売に携わった人、大阪の、はい、小学生ですよ、貧しかったんで、はい、でこういうところでやってたら、あの野良猫がいたと、はい、空気で肌に吸っちゃうらしいですよ、はい、ぐるぐる回ってるって言うんですよね。それが子供の時、なんでこんな猫が元気いんだろうって、その時分かんなかったの。後で聞いたら、それ計量してみんな作ってるでしょ。はいはい、清水さんですか。いや、違います。いや、あの、元反射のね、あの人だったんですよ。あ、そうだ。小学校の時、こういうアルバイトやってたの、はい、初めてアルバイトやったら小学校で粉の売買だって。いや、小学校が初めて仕事やった。それですよ、もう。これもすごい話ですね。びっくりしましたよね。大阪の方ですか。大阪ですね。やっぱり大阪多いですね。多いですね。だって大阪のなんか居酒屋行って、こうやって見て、こうやってね、飲んでたんですよ。飲んでて、こうやって見たら、はっと見たら、はい、居酒屋で覚醒剤売るなって書いてあるんですよ。まず、まず書いてあるんだもん。それ、あれ、それ、ひょっとしてあの、あっちの、あの、三角形。西成のとか。武蔵さんで、喫茶店行ったんですよ。喫茶店行ったら、喫茶店にバーって、トイレットペーパー以外捨てないでって絵が書いてあったんですよ。注射器、でっかいの。注射器がですよ。ホールマークがあって。注射器があるんですよ。壁にも貼ってますもんね。本当すごい。ここで売るなとか書いてますもんね。だって、こんな人もいましたよ。あの西成の歩きと、ビルがあってね、歩いてると、あるよ、あるよ、あるよって言うんですよ。います、います。あるよ、あるよって。何あるよっつって、こういうものがあるよ、あるよっつって。そうじゃん、あるよ、あるよ、あるよです。あるよ、あるよですよ、ね。笑っちゃいますね、これね。そこだから、あの撮影の時に、いきなりくぐるとこあるんだよ、交番があって。飛び出しに行ったところ、はいはい、撮影でスーツ着て歩いてたんですよ。で、パーッと、番人みたいなんで、パッと俺のこと目があって、パッと見た瞬間に、ゴルソンス、ゴルソンスでしょうね。そうでしょう、ね。いやいや、元気と何を言ってんのかなと思ったら、ゴルソンス、もう10人ぐらい、ゴルソンス、しょうがないから、頑張れや。で、新さんお腹してた。どこの人だろうなと。どうすか。で、あそこの先行くと飛び出しんちゃんじゃん。ああ、ありますね。飛び出しんち行くと、あんな、まあ、なすごい女の子。すごいですね。あなたみたいな可愛い子がね。真っ白いメイクしてね、下からねライトあって鈴木園子のようになってね、みんな何十人もいるんだよ。それがあれライティングがすごいんですよ、やっぱりうまいですよね。その横にあのおばあちゃんがこうやってね、こうやってあの青であげたりとか、10人前だったらね、ショートだったらもう1万5000でいいやなんて言われるんだ。結構ですって。でもすごいなんか綺麗な子多いですよね。ただ実際ライティングでどうなんですかあれね。いや、可愛い子多いんですよ。ああ、そうですか。で、私も知らないですけど、見たんですよ、実際。あそこの町って、あの女性が歩くと、すっごい怒られるんですね。やられます、怒られます。あ、なるほど。おばちゃんが、もう、あんた、見ないだちけ、シーとか。で、女の子はこうやって顔隠すんですね。はぁ。センス。あっちはね、不思議な、だから、あの、もしもし、あの、変なね、不良の方が歩いてたんですよ、前。おい、あんたら、ここ歩くんじゃないよ、ガラ悪いなっつって怒るんですから、おばちゃんは。ガラ悪いな。こっちは結末がね、警察なんだよって怒ってんだから、本当に。はい。ヤクザに文句言ってんだ。すげえ町と。なるほどね。すごい。本当、でも、あの、面白い町ですね。ですね。すごい町ですよ。本当にアミューズメントパークって感じです。あれも日本の文化なんですよね、一つのね。はい、すごいですね。私はちょっとあれを見てて。はい、今日のテーマです、今日は甘露です。甘露って分かりますか。甘露、甘露、寒いって書いて、はい、梅雨の露って書いて、うん、甘露って言うんです。寒いくて梅雨じゃなくて寒さで、はい、あの水滴が出るっていう甘露っていうあれなんですけど、これから先、うん、寒い冬が来ます。そうですね。財布も寒い、人生も寒い。日本も寒い。これじゃあかんだろうってことで、みんなで楽しく過ごす方法を考えようということで、はい、お手紙待ってます。LINE でも、メッセンジャーでも、Facebook でも、はい、なんだっけ、あと、ここは、Twitter か。Twitter が一番メインなんですけど、うん、私わかりません。よくわかんない。Twitter でも、いろいろで、メッセージをください。お便り待ってますので、はい、楽しく冬を過ごす方法、武蔵さんどうですか。やっぱり自分なんか楽しく
ぱこたつですか。いや外好きですよ、公園、深夜の公園が好きなんですよ。それは武蔵さん練習した心身とした感じがね、はいいですね。あ、心身とした、木のこうなんか心理欲も兼ねてね、誰もいないところでなんか一人で声出したり歌ったり、なんかすごくいいんですよ。あの感覚が好きになりましたね、もう長年やってるね。あ、なるほど。うちの裏に、昔の住んでた調布の裏に、なんだっけ、キャンプ場があったんですよ、はい、市の、はいはいはい、調布市の、はい、そこにね、そこはね、なんだか円形なんですよ、まん丸で、全部囲まれて、あの森をくぐっていくから円形で月が見えるんですよ、真っ暗で。あ、なるほどね。ものすごいいいとこなんですよ。いいとこんですね。あ、なるほど、キャンプ場ね、野川公園の公園なんですけど、なんですよ、キャンプ場がそこにあるんだけど、まあこんな細かく言ってもよくわかんないんで、あんまりそばに来られても困るんで、これにしておきます。なんか洋画にね、出てくるよね。ものすごいいいところ。そうですね。よくね、ロケでも使うんですよ。まあ、全部が森なんで、そんで、トンネルみたいにくぐんないと、そこまで行けないっていうのは。隣の公園には、東京で唯一ホタルがいいんですよ。あ、そうですか。23区の近くでホタルがいると、そこだけなんです。なるほどね。知らないみんな。なんだろう。本当？神代植物公園多分。そう、植物公園の横だよ。あ、うん、神代植物公園の横、だって俺んちもともと植物公園の横だもん、はいはい、神代寺の方の神代、はいはい、私の前の家は、神代寺南町でしたから、皆さん覚えておいてください。神代寺いいところですね。誰もいません。覚えてる。神代寺、神代寺そばとかね。そうそう、あ、そうね、そう、いつもだからうちから本当に歩いて散歩コースです、毎日毎日。なるほどね。神代寺小学校って昔からある小学校があって、そこ下っていくと今北郎のあれとかあって、お店とかあって、はいはい、神代寺の植物公園があって、はい、神代寺お寺があるんですよ、はいはい、これも千年以上続いてる寺だからね。そう、あ、そうですね。大好きです。なんで大好きです。なんですか。いやいや、あの昔ほら僕植木屋さんやってた頃があって、それが読売ランドのとこだったんですよ。でよく稲城、調布のあのお寺のとこだろ、あの前行ったあの撮影で行ったあの近く、あの近く、あの近くなんですよ。矢野口駅の近くなんですけど、そこちょうど神代小学校もそうですけど、あのずっとほら植え込みがあるじゃないですか、はいはいはい、あれ切ってました、こうやってバリカンっていうか、こうトリマーっていう、なんかお寺が好きだったなんかし趣味、なんかお豆腐集めとか。お豆腐。なあ、私好きなものは海苗です。なんてな、やだよな。それがね、その時よくなんかいたずらされたっていうのは実は俺だったとかね。え、ここで真犯人発見？わかんない、わかんない。武蔵さんが振るから振った通りやるから。豆腐を試し割りしたとかね。そういや、武蔵さん。バチ当たりました。バチ当たりましたね。それは冗談ですよ、皆さん。やっちゃいかんですよ。やっちゃいけないことは武蔵さんが見本を見せてくれます。よろしくお願いします。当番を試し割り何枚重ねて割れるとかね。もう結構硬いですよ、あれ。いや硬いですよ、あれね。あの縦だったらいいけど横がちょっと厳しいですよ。目が縦になってるんじゃないですか。縦にこうやるんだったらパッとこうね、いけますよ。縦ですか、いきますから、ね、横はね、縦よ、斜め斜めだって。たまに見えてるんですよね。笑ってるってみんな分かってるんだ、この若い人生もね。いやね、今の子たちはね、あの結構ね、ベース系だから、ベース系。俺も分かんなかった。俺も分かんなかったです、今の話。とりあえず一回休みです。一回休み。バッテンマスク用意して、バッテンマスクね。バッテンマスクこうやって用意して、ね、下手打ったら、はい、変なこと言ったらマスクかぶってた。つまんないこと言ったら、ずっと番組中全然喋らせないから。分かった、分かった。分かった。あんまりそのうちもっとつまらなくて、マスクしたまま後ろ向くとか。正座して後ろ向くとかね。あ、すいません、固まってました。椅子から降りて横で正座してる。それですよね。俺だけどあのゴルフ行ってる時、あんまり下手なショットするやつがいて、お前よ、次のホール行くまでお前ちょっと正座してろって言ったら、本当に本当に俺も昼あのハーフ終わった後なんで酔っ払ってたんだよ。いや座ってるわやろって言ったら、正座してて、すいません、あのお客さんちゃんと連れてくださいってキャビンに怒られたみたいな。誰だっけな、忘れてたけど。すいません、くだらない話でした。ということで誰かメッセージくださいよ。冬の過ごし方誰か、はい、スノボ、やっぱりスノボだよな。スノボが好きだよな。今年はね、あのゴルフも始めて再開したし、今年はスキーをね再開しようかと思って。そうだよね。自分スキーね、やったことないんですよね、縁がなくてね。やりたいと思うんですけど、あれ見てね。本体はあるわけねえもん、ね。いや、スキーあります、あります。あんの？だって四国にある？一箇所だけあるんです。あんの？あるっす。あるっす。
天狗高原スキー場っていうのがあって、もう直線で本当に300メートルぐらいしかないですけど、すごい短いコースで。四国って行けるの？行きますよ。四国どこですか？高知県です。あ、高知だ。いいとこだな。今日あの龍馬さん出るから。高知っぽいですね、言われるとね。あ、本当ですか。いや、そんな先輩。高知っぽいですよ。高知っぽいです。いつも怒ってますよ。いや、何言ってんですか、じいさん。いつも怒って喧嘩ばっかりしてんの。ちょっとまた何言ってんすか、本当に。いや嘘ですから、嘘。計画にはなんないですけど、かなり暴れてます。いや、嘘です。今日せっかくいらしてくれたら、なんかギター持ってやるんですよね。はい。ですよね。今日は。もうこのまま喋って終わっちゃったらせっかく来てもらって意味がないですからね。そうだ、もうエンジンかかってね、あっという間になっちゃいますよこれ。もう20分だった。もうやばいですよこれ。何分までですか？50分。50分なんだけど、もうあと20分だったんで、あと早いですね。ね。歌っていただきましょうか。そうですね、せっかくなんでも。歌は流れるあなたの胸に、今歌謡界の王者に三千と光り輝く近藤壮大が歌います。ソウルシンガー近藤壮大。はい、ありがとうございます。歌は流れるな、そうな歌は世につれ、世は歌につれじゃないですか。小松農園ですね、ちょっと待ってください。ちょっとチューニングをしなきゃいけない。チューニングしてる間に武蔵さんと俺ビデオ流しますか。そうですね、なんかビデオ、じゃあ最初からお願いします。はい、分かんない、お願いします。鴨川でね、これいいなね。どうですか鴨川で、風味がね、餌取ってて、可愛かったですね。結構餌いるんです、餌がね、これね。餌いるんです。それとあとね、みんな慣れてるから人がいっぱいいるから、全然ね、怖がんないんですよ。ああ、でもいじめたりするし、いなかったらいいですよね、一番ね。いたらみんなにいじめないんですよ。それは一番ですよね。ダメですよ。動物はね、だって同じ生き物だから俺たちも。本当ですね。勘違いするんだよ、みんなね。人間が偉いと思ってるから。全然偉くないんだよ。本当ですよね。人間がみんな種まいてるんですからね。動物が住みにくくしてるのがね。もう種まかないですか。いや、今固まりました。今この間がいいですよ、二人目と目があって。いや、これね、この今のね、これラジオの方は分かんないけど、これね、YouTube で見てください。空気感がね、今かなりいい芝居しましたよ。空気感が、今だったら今の空気感じっと見て、最後にどっちかが兄弟って言ったらもう種で、昔はね、あの畑で夫婦が揃っていろいろね、豊作だって一生懸命願ってね、種まいたんだよ。今じゃ見ろよ、マンションの中で個室で夫婦で種まいてるんだろ。本当だ。すいません、くだらないこと言いました。外でよくね、何監督あったじゃないですかね。ありましたね。色を言うね。感じですね。感じですね。ありましたね。青い空。今日は皆さん青かんだみたいなね。まさにそうです。あ、月、あ、満月だ。今日は夜な夜な青かんだってみんな青かんですからね。すみません。別に私は酔ってません。あれで満足感みたいな、これいいなもう。いいっすね。皆さん、その昨日なんかアップしてましたけど、あれは。あれ、武藤敬司さん、要は芝倉社長がね、もうあの誠っていう選手で映画やるんですよ、片井さん監督で。いや、もうこれ決まってんですよ。決まってなかったら俺ね、山下さん一緒にいなかったんですよ。決まっててこれね、なんかまだ武藤さんね、せっかくだから紹介してね、なんか本人もせっかくなんで。武藤さんってもういいですか。素敵な方ですよ。はい、すみません。武藤さんってすごい私も大好きなんですよ。そうですね。同じ年ですよ、確か。ちょっと下です、武藤さん。そうですか。です。あ、そうですか。3つぐらい下かな。前だか。人格者ですよ。素晴らしい、ね、言い方ですよ。腰の低いね。大好きです。私、その方、あの人のテレビ出るとよく見に来て。そうですね。レジェンドですよ、今、プロレス界でね。もう。よいしょ。どうですか。はい、大丈夫です。またラジオの皆さん、すみません、ちょっといろいろ止まったりして、俺がおしゃべりでうるせえんで、すみません。音大丈夫ですかね。大丈夫ですか、音は。どうですか。私の大好きな曲行きましょうか。あ、それもそっちからでもいきなり。どっちがいいですか。トンビ。いや、あとじゃそっちです。ソウルシンガー近藤壮大が歌います。よろしくお願いします。はい、2曲。1曲、はい、今日どちらでも好きなように歌ってくださいもん。じゃあ1曲だけ出すと人の曲まず歌ってから。あ、どうぞ。はい、
はい、メロディーっていう歌を。おお、はい、何歌いますか。玉木です。ああ、いいですね、玉木さんはね。あんなにも好きだった君がいたこの街に今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくてあの頃は何もなくてそれだって楽しくやってよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの端の方を君と書いたピースマーク。みんな集まって泣いて歌ってたね。あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないであの歌は心から聞こえてるよ。いやでもね、はっきり言ってもこのままね番組終わっちゃうかと思った。めちゃくていいですね。やっぱね、私お二人ね歌詞に囲まれてるからねやりづらいですよ。私本当やりづらいですよ。ジーさんでも歌でもすごいいい声してる。全然私は大したことですよ。でもやっぱいやいい声だ。いやそんなことです。いやもう本当じゃあもう次は武蔵さんが歌います。じゃあ次いや大ちんちん絶対言うと思った。大ちんちんサファリパーク。じゃあ大ちんちん。ああ串田明さん。大ちんちん大ちんちんといえばじゃあ私はおまんの方を歌いましょう。ああ坪井のりお。そうです。よくしてね。あんまりね。そうですね。坪井のりお俺アルバム持ってますからね。おまんさんは。おまん小鹿に触る。そうおまん小鹿に触る。おねおまんありがとうございます。あのおまんさんは小判の番をするっていう。そうそう小判の番をする。あれも面白いな。だからアルバム買って2週間で発金になったんだよ。しかもだって歌のお兄だって体操のお兄さんだったんだよ確か。恐ろしいんだよ。金太の大冒険とか知らない？そうそう。歩き金太が歩いていると。
美しいお姫様に出会ったとさとか言って、そう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 、で金太松神田と書いてある、金太松神田と書いてある、金太松神田、金太松神田そう笑うと、すいません、あのスタッフ笑ってください、お願いします、寂しい目で見ないでください、これは絶対に金太マカオに着くもいいですね、金太、その時お姫様と逃げて、金太、飛行機に乗ってマカオに着いた、金太マカオに着く、金太マカオに着く、金太マカオに着く、違うところで切ったら、あ、そう、すいません、すいません、僕あの真剣な目で見ないでください、もうあのマスクで真剣な目でやると私なんかなんか、なんか調べに来てるみたいですよね、あ、なるほど、検事調べに来てるみたいですよね、ねな、な、なんちゃんだっけ、メントスで、なんだっけ、メントスで、なんだっけ、何さんだっけ、あの難しい字で呼ぶ人、なんだっけ、村田さん、村田さんは、村田さんさ、東地検、あの、東京地検にいない、東京地方検察庁にいないですか、なんか、風邪ひいてる検事がよく、女の検事が、綺麗な検事がいんね、たまに、さ、交流延長です、バンと反抗されるの、で、お姉さん、綺麗だねって言ってさ、出てって怒られたことあるんだ、なんでこんな悔しいの、やっぱり悔しいって、いや違います、喧嘩ばっかしてるんです、絵描きの時はすいませんもうだってこの間あの、何ですか、金太の、それですよ、これ金太の、あ、そう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 、すごいのりよ、これ白金だから2週間で、うん、この間の、あの武蔵さん休んだ時見ました、今日上がったでしょ、うん、俺だから見てないですよ、見てください、見たらもう見たいですよ、もう見たいですよ、もうゲームさんの話ばっかだよな、まあ影野さんは知らないですよ、だからね、それはゲームさんの話ばっかだ、ね、ドキュメンタリーのね、それ補足なんでね、詳しい高橋秀樹さんですよね、こう社長、そうです、あ、そうそうですね、日本一とんがったラジオ局にしたいんだよね、だから、まあ、当然 OK でしょ、だから俺は、ね、はい、世界一にしましょうって言ったら、はい、言葉が通じると思うんだなるほど、言葉が通じる、だけど私の YouTube は毎週これ何日に、あそこスコットランドに送ってんだよ、あ、スコットランドの日本人の人たちが見てくれるために送ってんの、言って教えてんので、 YouTube で見てくれてる、皆さん世界の方々本当見てください、これね、日本語わかる方、うん、特にね面白いですよ、面白いですよ、絶対面白いですよ、やばいですから、かなりスレスレギリギリのところ、スレスレじゃん、どんどんどんずっぽしよ、ずっぽし、もう乗り越えちゃってこれ、乗り越えちゃってるから、いや、だって別にさ、現在なんか悪いことしないから、だってみんな俳優であり、俳優であり、話し合わせるんじゃん、そうだから現役みたいなこと言ってるこんなに歌うまい現役やりたら嫌だよな、でも現役の人って歌うまいですよね、いや、まあ一応すごいですよね、うまくてね、びっくりするぐらいうまいですよ、あのフィリピンの歌とかね、日本の歌とか本当にうまいですよ、で、それで、はい、あ、コメント来ましたね、はい、だけどあれそれで武蔵さん、はい、変に英語うまかったりするんだよ、そう、本当ね、抜群なんですよ、これなんで言ったら、ね、おしゃれなんですよね、遊びが、あ、ひとみちゃん、ひとみちゃん、元気か、冬は鍋料理をよく食べます、醤油か味噌が多いですが、うん、飽きるので簡単な鍋料理を教えてください、あ、秘密です、どうぞ、ね、レシピをね、はい、後でひとみちゃんにあのメッセンジャーで送ってあげる、うん、広島の方なんですよ、あ、でもか昔からね、俺のことよく見てくれて本当に感謝なんですよ、ありがとうございます、はい、ね、ね、あの広島の、うん、といえば頼まれたんだけど、あの、うん、ダメなんだって、今度衆院選があるじゃない、うん、で、衆院選があって、これちょっと清水ってあのね、あの、あ、今度大臣になった方の人がいいんだよ、うん、よかったねって言ったら、あ、まあ1ヶ月だけど、うん、いいんだか悪いんだかって、ものすごいとこの党の副代表なんだけど、これ以上言えないんだけど、これ言うと選挙違反なんだって、あ、ダメなんだって、まあ、名前は言えないけど、あの河合案里夫妻のね、代わりに出るんだけど名前は言えねえけど、もうだから本当に落ちるの覚悟でそんな偉い人がやるんだよ、かわいそうだよ、だって河合案里夫妻の代わりに、だって武蔵さん自民党出ても当選すると思う、やっと無理でしょ、それ今ね厳しいでしょ、じゃあ河合案里の代わりにね、あいつは自民党の代わりに1億何千万出したところで自民党がやったら受かる、当選すると思う、無理だろ、だろ、そしたらそこで一緒に政権やってる方が、ね、ハム党が
ハム党になっちゃったらやっぱハム党の偉い人に頼めばもしかしたら活路が開けるんじゃないかっていう甘い考えでやってるけど、ものすごい真面目な方だから、その本人も真面目なんだけど、ものすごい私は好きな人なんだけど、もう大好きな立ちだしマブ立ちだしだけど、言わないでくれと、言っちゃダメだと、めんどくせえなと、いいじゃねえかよっつったら怒っちゃって、ダメだダメだと、なんでなんですかね、これはこっちなんですけど、ラジオで選挙個人的に応援していいのじゃダメですって、気持ちは嬉しいけど、はあ、ラジオダメなんだ、はなるんだって、はだから広島の不特定多数はダメですが、個人的な知人友人は OK ですということで、んで、ひとみちゃん送るんでよろしくお願いします。いや、例えば非常に親しくこう接点をなってね、はい、でこいつ落としてやろうって腹だから思ってて、最終的にバンバン宣伝したら選挙があるんでしょうね。あうまく親しくなって、褒め殺し、こうなって最後になって。土壇場で最後にこういう番組でバンバン宣伝してお願いしますって選挙やんでしょ、完全に。なるほど、お互い選挙やんでしょ、うわ、この年からこうやってやるんだから、あのパクられてもいいよね、そうですね、そうそうそう、ありますよね、うんうんうん、今ふと思ったんですよ、台本でね、はい、裏で金持ってるやつが金つかましてね、はい、そういうことをやったら、いや ありえるかもしれないじゃん、逆に落としてやると、うん、すごい、これなんかドリームになりますもんね、芝居になって3人でやって2人で組んだらアウトだな、お2人でアドリブ考えたらね、そうですね、アウトだ、三沢さん俺は何も言ってないですよね、あでもさっきの鍋料理は、うん、メッセンジャーください、はい、多分ね、俺は好きなのはアサリあんじゃないですか、アサリを、うん、3泊4泊ぐらい買ってきて土鍋に引いて、うん、その上にね、豚肉白菜でミリフィーユみたいにするんですよ、でアサリだけでやるんですよ、でもうあとは塩だけで十分で、それが私好きですよ、出汁は十分出てないですよ、まあそのうちあの電子書籍で私あの、はい、言われてるんですよ、じいさん出しなよこんだけ料理できるんだからって、私料理好きなんですよ、料理うまいですよね、大好き、うん、あとはね、もう料理しようかなと思ってね、できないんですよ、本当に、まあ、いろんな料理をするの好きなんですね、料理するのね、ペさんはやるんですか、あんまり面倒くさい、ただやるときはやるんですよね、人料理しようの人あのね、人たらしだから、いや、キャベツね、自分好きでね、もう大好きです、キャベツも毎日食べようっていうね、刻んでね、はいはい、キャベツは好きなんですよ、キャベツ鍋もうまいですよ、大好き、ね、体にいいですよね、キャベツをあの千切りするんじゃないですか、そしたら大根おろしするんですよ、で全部大根おろしにして、はいはい、埋めるんですよ、埋めて、あと、はいはい、白身魚のぐちゃぐちゃ、あとまあ赤身でもいいけど、大体白身魚を入れて、はいはい、昆布で、あの、煮しみ昆布かなんかで下に引いてやると、めちゃめちゃうまいです、なるほどね、詳しいな、詳しいとか、私あのレシピだけでも100以上ありますから、玉ねぎ混ぜるといいでしょうね、甘みが出てね、まね、そこは知った方がいいですよ、めんどくさいけど全部知った方がいい、なるほどね、知った方がいい、あのフードプロセス使っちゃダメよ、ダメ、手でこう、ね、手で押しるんじゃ、なるほど ね、だからあのカレーも全部セロリから人参からマッシュルームが全部するの、で肉だけを焼いて、あと別にして煮込むんですよ、ああなるほど、ね、でルーだけでもね、カレー粉なんかいらないから、なるほど、ね、でも正直言って自分全く山本さん料理なんか問題ないと思ったら、変だけど人は見かけによらんっていうか知ってたけど、ね、こんなに詳しいと思わなかった、これ、素晴らしいですよね、本当にね、あの食材から作りたいタイプですよ、あ凝ってますよね、あのだからあの 前の奥さんの時はね、本当に畑があったんで、はい、作ってあのお母さんが作ったやつに今でもらって、あ、まあ、うちの前の奥さんがね、ものすごくね料理うまかったんで、あ美佐子ちゃんね、あちょ美佐子ちゃんね、なるほど、料理本当にうまい方だったんですよ、あの方のおかげで子供2人は大きくなったんじゃないかなと思って、あ僕もでもキャベツ鍋はすっごい大好きで、キャベツ鍋ね、であのあれにキャベツな、キャベツあの普通にお酒と白だしとみりんと、それにあのあれ入れて、あの鶏ガラスープ入れて、あの輪切りにしたあの鷹の爪をバンバン入れて、ニンニクと生姜と水だけ気をつければ、はっきり言って水分いらないから、
水なんか入れないから何にも。ああ無水系でやるんですね。さすがです。ここにもキャベツドカッと入れて、で豚肉の豚バラ丼って入れて、もう簡単です。それやってやっとる時はなんだけど、あれ俺別に CM じゃないけどブリタ、ブリタが一番ね水はきれいになる。ブリタ。ブリタ。ああブリタはい。ブリタの浄水器。浄水器。あれはね一番ね日本のね水道が一番きれいになる。あとはね、水素水とか屋根を使っても水素が消えちゃうから無駄になっちゃうから。消えちゃいますよね。水素はもうそのまま飲んでる。そうといえばシリカですね。あ、10分前ですよ。もう早っ。歌わないとこれね自分の。いやいやもう自分の曲歌わなきゃまずいでしょ。せっかく。じゃあもうはい。ねえ。あの歌ってもらってあと正代には10月には来てるわけですよ。11月にも、はいはい、でも忙しいから舞台まあまあこれ来れる時はお願いしますよ。いやもうぜひこんな僕でよければもう、はい、いや、うん、いい人は聞きたい正代さんに嘘ついてきますけどね。みんな嘘ついてくるんだぞまた。よしもう呼んでいただけるだけです。何言ってんすか本当に。でまた飲んでまたでもあれも言いましたよ、ね、司法堂もあ渡るくんも、司法堂渡るさんも、来てくれると渡るとさっき LINE して、お願いして、あ、いいな、かっかり作っていいっつって、お願いしました。渡るちゃん、来てね。ありがたいですね。ありがたいです。彼もいい男ですね。その後には、もうちょっと、拓司さんの息子が。あ、なるほどね。ああ、いいっすね。だから、いいっすね、で家近所なんですよ、俺。あ、そうなんですか。うん寝てますもんね。今大丈夫ですか？私は。大丈夫でしょ。それは探すだけ。大丈夫でしょ。で歌歌っていただく。それともあのなんだっけうちのあの手前味噌で映画解説。はいはい、あ、先やっていいですか？やりますよ。もう時間なくなっちゃうの。できますよ。もうどんどん時間過ぎちゃって行きましょう。しーちゃんの映画解説。これですよ。これ、はい、これを聞かないとね。はいどうもこんにちは。いいなこのキャラクターが。はい、まあ山口仁の次男坊静雄のまあ飲んだくれ映画。まあどうもこんにちは。はい、まあこんなそんなこんなでもう何回目かちょっと覚えてないですけど、まあ今日もまた映画を語らせていただきます。はい、まあ今回紹介する映画ははい。この世界の片隅に、これね、はい、結構新しいやつです。というかもう数年ぐらい前のまあアニメの映画です。まあジブリみたいなそういう感じですね。まあこの映画どういう映画かというと、そうまあ有名なんですけど、あれだ、そう太平洋戦争末期、昭和20年ぐらい、広島県呉市に嫁いできた。18歳の女の子すずちゃんっていう子が、その子がまあ戦争の中でまあのらりくらりまあユーモラスに生活していく姿をまあ描いていくみたいな、そういう話です。まあ、この映画まあ戦争ものなんですけど、ちょっと面白いところがその戦争で戦時中の日常なんていうか、もうちょっとユーモラスに描いてて、その柔らかいタッチの絵柄でそう。ちょっと面白、ちょっと おかしめに描いているところなんですよ。まあ、主人公のすずちゃんもなんかほんわかしててすごくて可愛らしい女の子 でその子がその嫁いだ先の家で、まあ、いろいろ物が足りないとか物資が足りないとかそういう環境の中で、まあ 生活を工夫しながら、まあ、なんとかまあ、そうのんびりと生き延びていく、そういう話なんです。基本的にそうどこかユーモラスでそののどかさが漂ってるんですけど、だからこそだんだん戦争の状況が悪化していくと同時ていくたびにちょっと空襲が起こったりとか、そういうなんかそういう不発弾が出てきたりとか、そうやってそういうのどかな日常の中でふと顔を出す戦争の暴力がめちゃめちゃ恐ろしい、そういうところに戦争の恐ろしさが描かれている、そういうところがすごい印象的なんです。なんていうかすごい、まあそれで面白いのはそういうのもあるんです。そういうところでまああれですね、広島の原爆が落ちるところもまるでなんかすごい遠く、まあすごい遠くの出来事のように描かれてるんですけど、それでもまた時折そうやって戦争の恐怖がもう身近に突然襲いかかってくる、そういうのがすごい印象に残ります。
あとこの映画すごい面白いと、まあ面白いところが、この映画、まあ昭和20年の広島県呉市、まあ詰まるところ舞台と時代がもうほぼほぼ仁義なき戦いとそのまんまつながるっていうところなんです。だからそのこの世界の片隅にの映画終盤で、まあ、闇市のシーンが出てくるんですけど、闇市でそのすずちゃんとその家族が、まああれです、米軍の残飯とかいっぱい入ってる、まあ鍋を食べて、まあ食べるシーンがあるんですけど、まあ仁義なき戦いの冒頭でも田中邦衛がその米軍の残飯とかいっぱい入ってる鍋を闇市で作ってるんで、もうその時点でもうほぼほぼもう世界観がそのまんま地続きで、もう時代も地続きで続いているってことが一目で分かってしまうのがすごい面白いです。まあそういう戦争の先に、そういった戦争の先に新しい秩序とか暴力とかが出て、それでヤクザの台頭につながっていくっていうのが、なんだかなかなか面白いなっていう感じですね。はい、以上です。とても私の子供とは思えない。いろんな言葉もね、素晴らしいしね。行きますか、行きましょう。行きましょう。行きましょう。でももう時間的に。いやいや、ちょっとカットでお願いします。あ、ちょっとカットで。ね、いや、1番ぐらいで。私は好きなんです。大好き、正代の歌好きなんですよ。正代のファンだから、ね。もうあの、じゃあ、強引にも君のね、なんだっけ、君の。君への思いですよ。これ本当にいい歌なの。これがヒットしないのおかしいんだよ。映画が歌の関係者の方いたらちゃんとこの歌聴きなさい。すべてが叶うほど甘くないと焼いたその涙が二人の夜を消し去ろうとしても、その手を離しはしねえ。突然降り出した雨の向こうに戸惑い立ち尽くしても、小さなその腕とあの微笑みだけが何度も何度も押し続けた。星に手が届きそうな、そんな夜は少しだけ強く君を抱きしめたい。手のひらにすくって溜めた君への想いがどうかどうかこぼれないよう、窓の外に飾して。歌すぎや。あと1分です。明日のことなどわからないと背を向けてた君の音が本当の優しさと気づいた夜、晴れ渡る空に初めて歌った涙はこぼさぬよう。できるものならばとかすれたその声が。今日のゲストは近藤正代でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
めたい、本当にありがとうございます。素敵な歌だったですね。本当にいい歌なんですよ、ね、これをね、ヒットしないのがね、宣伝力ですね。人柄が出ますよ、歌にもね、うん、思いますよね。まあ、ね、またね、またね、奥さんがね、奥さんがいい人だから、またね。ね、ミカリンだ。ミカリンだ。あ、終わりですか。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。どうです。来週は誰が来るか楽しみ。